どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後に今日はロトセブンか。だから、抽選前の心境について話して、ロトセブン結果報告をして、最後にまたアニソンを歌おうかなと思ってます。あと予想は明日から再開したいと思います。明日はロト6の予想をして、あさってはロト6とロト7の予想をしたいと思います。まあ、とりあえず今日はロト7かな。ロト7は、まあ、ロト6ほどではないけど、ただ、ロト7も今、当選が遠のいてるから、今日はどうかな、当選できるかどうか。まあ、ロト6よりも、その、外れ方は惜しいねんけど、一つ違いとか桁違いで外してるっていうのが、ロト7は圧倒的に多いから、まあ、その、ロト6よりは、可能性はあるんじゃないかなって思います。全然違うっていう外れ方は少ないから、まあ、たまにあるけど、でも圧倒的に、数字一つ違いとかで当選逃してるっていう感じやから、それにそこまで極端な数字並びではないから、まだ可能性はあるんじゃないかな、ロト7の方が。ロト6は今、かなり難易度が高いから、昨日も1等なしで、2等もたった4口しか出てないから、まあ、とりあえず、今日はロト7に臨みたいと思います。あと今日のロト7も様子見、来週からロト7また購入しようかなって考えてます。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。